金光堂が描いた、李氏朝鮮時代のタバコ職人。歯タバコの用味役を除き、押し切り機で刻む半数の食品店でキセルを加える、男性。大韓帝国の帝国新聞掲載のタバコ広告。大日本帝国、村井兄弟紹介の神巻タバコ、ヒーローと、ハニースモーク。京昌北道儀機一にある識別機能付きの、紙巻タバコ自販機。 韓国の喫煙では、韓国における喫煙の所相について記述する。喫煙は韓国において主要な死因であり、喫煙に関係のある病気で毎年4万人以上が死亡している。喫煙が一般的な場所は、レストランとバー、ナイトクラブ、カラオケボックス、オフィス、インターネットカフェである。ストレスは喫煙をする理由としてたびたび使われる。 韓国のタバコは、高麗人参と共に、長らく専売性が敷かれ、紅れない産の専売は、最初、1899年代官帝国軍内部内増員賛成家から始まった。日本統治時代は、朝鮮総督府専売局、総督府地方専売局がタバコ及び人参等の専売をしていた。第二次世界大戦後、1948年に、 大韓民国財務部専売局、1952年に大韓民国専売庁、その後韓国専売公社を経て、1989年に韓国タバコ人参公社が設立された。1996年に暮れない参専売制度は廃止。1999年に韓国人参公社が設立され、2002年に韓国人参公社民営化が完了。 同2002年、韓国タバコ人参公社は2001年7月のタバコ製造独占権廃止を経て、タバコ製造会社 KT&G として民営化を果たした。タバコ製造独占権廃止直後には、タバコ専門ベンチャーのクガ物ンブスさんが中国製 OEM でタバコ、イフを発売。2006年には民間企業の売りタバコが設立された。 2009年から2010年の段階で韓国のタバコは国家の競争力に比べ安価に設定されている。2015年現在の標準的なタバコ価格は4500ウォンである。日本タバコ産業によると有力な説として日本または中国経由で韓国にタバコがもたらされた。KBS ワールドラジオによると1618年に 日本から薬草として伝来したという。2000年に行われた調査では、男性回答者の70から80%が喫煙者であると主張した。2007年の間、その後のある調査結果において、その間に、男性の喫煙率が50%に下落したが、それが未だ OECD 加盟国の中では、最高率に位置することが判明した。同時期、 女性の喫煙率は2%から4%に上昇した。同様に少年を中心とした若者の喫煙率は近年増加している。ザ・ストレイツ・タイムズのレポートが示唆しているのは多くの男性が彼らの2年間の韓国軍軍役義務の間に喫煙を開始するので、軍隊における持続的な高喫煙率が男性の喫煙の高い発生率に寄与し、 半喫煙政策の効果を無効化しているということである。しかしながら2009年頃の社会的禁煙運動の広がりの中で国防部は喫煙率を10%削減し40%に低下させる計画を立て新人に禁煙を制約させ肺活量の定期検査を行う空軍飛行団や報奨品による禁煙症例の陸軍部隊もある。 韓国のテレビ業界では2002年頃から喫煙シーンの自主規制をはじめ2011年現在芸能人の喫煙はテレビで見られないテレビドラマでタバコが映ることはなく過去の映画作品等のタバコのシーンはぼかしをかける例えば2009年のドラマチング・アイと友情の絆はタバコにモザイク処理を施した キム・ジェウォンは軍に入隊後、軍の禁煙キャンペーンの広告モデルになり、本人も禁煙した。韓国のテレビ番組や映画の主要輸出先である日本においても現代では、社会全体で禁煙思考の流れにあり、日本の芸能界もまた喫煙者に対するイメージが悪い。四世代学校講習衛生大学院は120万人の患者について13年間の医学的研究の上、 男性喫煙者のおよそ73%と女性喫煙者のおよそ18%が肺がんにかかったことを発見した。2011年の報告書によるとタバコの健康上の影響に関する意識の上昇がある。韓国の経済は喫煙に関係のある病気を原因とした医療費と喪失した労働時間に関して年間10兆ウォン以上の損失を被っている。 2006年以来、喫煙は、政府施設内と1000平方メートル以上の床面積を有するオフィスビル内で禁止されている。その法は、ごく小規模の施設、またはビルの周辺外部における喫煙においてさえ適用する。ソウル特別市は歩行者の路上喫煙に関する禁止を制定し、2010年8月に発行した。韓国の保健福祉部は、 男性の喫煙率を47%から20%に低下させようとして2011年3月に16種類の公共の場所での喫煙を禁止した。それらの場所に含まれるのは国内最大規模の建物、ホテル、学校、運動競技場、大規模レストラン、漫画店、政府ビル、鉄道駅、飛行場。2012年に保健福祉部は 大韓民国国民健康増進法施行規則について2015年から国内の全飲食店が禁煙になる改正案を策定した。2012年1月11日、タバコの有害性に関する意見訴訟が起きた。憲法裁判所に申し立て書を提出した原告は僕在庫前、国立中央医療院長、闘病中の肺がん患者、 受動喫煙を懸念する妊婦、青少年などの9人。訴えによると、国家は、タバコの有害性を認定しているにもかかわらず、タバコの製造、輸入、販売を国家が認可している、タバコ事業法は、大韓民国憲法上の保険権を侵害し、違憲であるというもの。原告の話では、タバコの有害性に関する違憲訴訟は、世界で初めて、 地域的な喫煙の礼儀作法は、儒教の影響を受けている。例えば、喫煙者は、通常、社会的に上位の人間の面前では、喫煙を慎むか、転化する前に許可を求める。社会的な上位者と考えられるのは、上司、大学教授、教師、父親、祖父などである。ありがとうございます。